どうも。かわいいローラ。いつディナーに付き合ってくれる？何度も言わせないで。私はあなたとは釣り合わない女。カプチーノ、トール、それともグランデ？グランデ。俺のもグランデだよ。お次。さあ、今日辞令が出て昇進する予定なんだよ。だからコーヒーでもいいから、どっかで一緒に乾杯して。私コーヒーショップで働いてるの。お待たせ、何します？誘うのは迷惑か。悪いけど待ってくれ。もしも迷惑だったらはっきりそう言って、そしたらもうやめる。そう、じゃあはっきり言うわ。あのね、私は女優になるために必死で頑張っているところなの。だから暇なし。というわけでお願いだからもう誘わないで。すごく迷惑よ。かわいそうに、ストレスが溜まってるね。そうよ、溜まっちゃってもういっぱいいっぱい。じゃあのんびりさせてあげるよ。明日の夜10時頃迎えに来るから、いいかい？いいわ、分かって、邪魔って。デートだよ。デートね、ありがとう。じゃあ、あの、とても参考になりました。だろ。はい、スローンカーティッシャです。おはようございます。おはよう、モーガン、調子は？さっき朝食会で聞いたんだ。おー、ノーマン、元気そうだな。もちろん。なんだ？ミラービールの情報だ。代理店を変える。知ってるよ。他に情報は？ダーシー・マクガイアが BBD&O を辞めた。おはよう、アンジェラ。嘘だろ、クビかな。とにかくあそこの男どもは大喜び。だろうな、女性の視点にバイバイだ。ところで、ゆうべクラブで会った女は？タクシー乗せて、その後どうした？お前もさすがにダメだったか。あの、早く寝たいって。だから早く寝たよ。11時にはベッドに入った。お前は本当天才だな。俺は世界一ついてるのさ。特に今日はラッキーデー。元女房が再婚するんで、慰謝料とはおさらば。今式の最中だ。それにワラメーカー社長に呼ばれてる。多分昇進の件だ。そうか、いよいよ来たか。ここまで長かったが、ようやく念願のクリエイティブディレクターだよ。よーし、ランチはドレイクを予約して祝賀パーティーだ。待てよ、気の早いやつだな。じゃあ1時に。任せとけ。借りるよ。おはよう、ディナー。あら、ニック。女房と仕事の違いを知ってる？何それ。仕事は10年目でもまだまだやる気満々。あー、こらこら、やめとけ。太るぞ、ダイエットしろ。おはようございます。ジレットのエコンテはデスクです。靴とメガネも修理から戻って置いてありますから。今朝のミーティングはキャンセルでした。タバコはパソコンの横にワンカートン買い置きが。ミーティングはキャンセルになったのか。そのようです。おはよう、お嬢さん方。あら、もこんにちは。だけどなあ、今朝のミーティングなぜキャンセルに？さあ、知らないけど。ありがとう。でも社長が呼んでたわよ。出社したらすぐ来るようにって。15分ほど前になるけどね。来たか。なかなか来ないからドキドキして待ってたのよ。だけど今日もかっこいいわ。いよいよクリエイティブディレクターね、選ばれたエリート。明日から44階の住人だ。心の準備を。準備だなんて、なるべくしてなったのよ。さあ早く行って、シャンペン冷やしてあるんだから。飲んでろ。飲んでろだって。かっこいい男よね。